森明菜。テレビ出演オファー、50本も全部拒否の理由。昨年末に、7年ぶりのディナーショーを行い、完全復活を印象付けた明菜さんですが、年明け以後、全く近況が聞こえてきません。ファンから、また、体を壊したんじゃないかと心配する声も聞こえてきます。昨年、12月、全、10公演のディナーショーを開催。久々に元気な姿を見せた中森明菜、51。だが期待された完全復活とは、ほど遠い状況だ。実は今、明菜には、テレビ局からの出演オファーが、殺到しているんです。音楽番組、バラエティ、特番、50本以上の依頼があると聞いています。そう話すのは、長年、明菜を追いかけてきたワイドショーの芸能デスクだ。だが、それに対する明菜サイドの答えは、オファーを伝えても、返ってくる答えは、本人が出たくないと言っている、の一点張り。そこから一歩も前に進まないんです。生放送ではなく VTR の出演でもと譲歩しても、答えは変わりません。さらに、あるテレビ局関係者が、声を潜めて明菜の現状を教えてくれた。びっくりするんですが、彼女は今、大好きな南の島でバケーションをエンジョイ中です。苦笑。体調は悪くないですよ。いや、ディナーショー前より、はるかに良くなっています。海外に行けば中森明菜を知っている人は、いませんからね。そこでのびのびリフレッシュ。そして、5月からはサンフランシスコで新曲作りに入る予定だと聞いています。なんと、明菜の体調は問題ないのだ。ならば、なぜテレビ出演オファーを全拒否するのか。それは彼女の心の問題なんです。彼女は、自分を応援してくれるファンの前ならば、ああやってディナーショーも開けますが、自分を嫌っている人たちがいるかもしれない。テレビや、公の場では、未だに歌うことさえできません。体調は良くなっても、心がそれに追いついていないのです。明菜は、なぜ嫌な思いをしてまで、ファンではない人たちの前で歌わなければならないの?と、思い詰めているのだという。完全復活まであとわずか。だが、その、あと一歩、が、果てしなく遠いようだ。